白滝はですね、黒曜石の原産地ということで昔から有名で遺跡がたくさんある、まあ、全国の大学が調査をしたりしてですね、全国いろんなところに持っていった。黒曜石の石といえば白滝というぐらい日本世界の研究者にとっては有名なところだったんですね。でそういうところで、まあ、遺跡がいっぱいあるっていうのは分かってました。開発局が作るですね、高速道路ができるという計画がありまして、その路線がちょうど今回湧別川という川のすぐ上のところに通るということ計画が持ち上がりました。遺跡がいっぱいあるところを調査してしまうと調査だけでももう10年も20年もかかってしまう、これは大変だということで、道の教育委員会と開発局が協議を行いまして、遺跡が一番密集して大規模な遺跡があるところを路線をですね2キロぐらい山側に遺跡のないところに振りました。しかしですね、変更しても調査しなきゃならない部分があるということで、その調査もですねやはり大規模、結果的には今回の調査はですね12ヘクタールぐらい発掘調査を行いました。でも黒曜石の原産地の山ですので、旧石器材の人たちは山からいい石を下ろしてきてそこを石器を作るっていうんで、そこで石器を作ってますから、石器を作った時の欠片がいっぱいあるんですね。まあそれをまあ我々は調査を綿密にしたわけですね。ですね、遺跡にはいろんな遺跡があって、物をいろんなところから持ってきてそこで生活をした、長期間生活したところ、それから場合によっては季節的に移動したキャンプだった場所、いろいろあります。その中で白滝では原石の、先ほど黒曜石の原石があると言いましたので、そこから石を拾ってきてそこで石器を作る、原石があって石器を作る、専門的な原産地遺跡というんですが、そこで石器を作りますから、どんどん石を拾ってきて作って、そしてそこで作った時にいなくなったかけらをそこに全部置いていくわけです。でうまくできたものだけは持っていくと。で我々はその捨てたかけらがいっぱいあるところを調査するわけですね。でただ我々の調査は単なるこういう形になるものが出てきたよと、こんなものがありましたでは意味がないんで、その彼らが残していたかけらをですね、我々はジグソーパズルのように3次元のジグソーパズルでくっつけていくわけですね。そうすると彼らがどんな原石を山から下ろしてきてそこで石器を作ったのか、ここで失敗して捨てていったのか、でうまくできたから他へ持っていったのか、そのかけらを接合する、まあ、接合という言葉なんですが、それすることによって分かるんですね。そこに、1万年以上前の旧石器材の人たちがそこでどんなことをやったのか、どういうふうな技術で石器を作ったのかって見えてくるわけですね。でそれが白滝では、これだけ、10ヘクタール以上、出土品が約669万点、石の重量で13トンぐらい出てます。これはもう日本でもない、北海道日本世界でもない規模の調査です。ただ量が多いだけではなくて、我々は先ほど言いましたように接合作業とかいろんな細かい作業を積み重ねました。そういうことによって北海道の旧石器、場合とは日本の旧石器の状況が分かるようなものが結果的には全部公表することができたということで、学術的に重要だということで重要文化財になって、今回さらにその上の国宝ということになったわけですね。文部科学大臣がいろんな有形文化財の中から学術的に重要なものを重要文化財にまず指定しますということがなります。でさらにその重要文化財の中から世界的見地、さらに類まれなものを国宝に指定するというふうに規定されています。旧石器時代のものとしてはの国宝としては第1号で、国宝になりました。で日本を代表する旧石器材の遺物であるということで国宝になったわけです。ですので、まあ、国宝としては北海道では土偶に次いで2番目というようなのも報道に書かれていますが、そうではなくて意義はですね、日本で初めての旧石器時代の国宝というのがですね、非常に大きな意味があるものです。毎年国宝とか重要文化財の国の専門調査会で指定になった答申が出た時にですね、その後に東京の国立博物館でお披露目展、こういうものが重要文化財国宝になりましたというのを企画展が行われます。令和3年から3年4年5年3年分の
指定品が展示されると、そのための図録が作られたんですが、その表紙にこの白滝が選ばれていると。一応指定の件数は1965点になります。国宝はしてくださいって言ってできるものではないので、やはりそのまず資料の持つ価値が評価されなければなることはないはずです。でその前段として平成23年に重要文化財の指定を受けているんですけども、そこから約10年ほど経って、評価自体は揺るぎないものだし、旧石器時代を代表する、日本の旧石器を代表する、資料だという認識で、この指定に至ったっていうのが正直なところです。先ほど言いました重要文化財だ、国宝と文化財保護法で規定されてはいるんですが、重要文化財っていうのはですね、全国でおそらく1万3000件ぐらいあります。でそのうち国宝はその1割よりか少ない1100点ぐらいです。でただしその1100点のうち、例えば建造物建物、法隆寺であったり姫路城とか皆さんご存知のものがあります。それは建造物ですね。あと遺跡から出た出土品とかですね、そういうものは、49件、今回白滝入れて49件しかないんですね。でそのうち、今の博物館なんかで展示しています、縄文時代のものは土偶が5件と火炎土器という土器が1件、6件しかないんですね。それ以上のものは例えば弥生時代の銅鐸であったりですね、古墳から出たようなものが国宝としてあります。で日本の歴史は旧石器時代から始まると、約4万年ぐらい前から人が住み始めたと言われてますが、その旧石器時代のものが今まで全くなかったんですね。で、白滝はその今回第1号ということになりました。はい、旧石器時代とは、日本でいうと縄文時代以前の時代になります。で人類の誕生からなので700万年前からだいたい1万年、1万5000年ぐらい前の時代を指します。で北海道においてはおよそ3万年前から1万年前後の時代を指します。旧石器時代と縄文時代のまず大きな違いは、生活様式ですね。縦穴式住居っていうね、住居は皆さんご存知かと思いますが、旧石器時代の遺跡にはそういった縦穴式住居の跡と思われるものは見つかっておりません。縄文時代の生活が、狩猟と採集を伴う生活っていうのはご存知の方も多いと思いますが、旧石器時代においては実は気候の違いから、あまり食べられる植物っていうのがないんですね。よって食べ物の代表的なものとしては、動物になります。で動物自体は黙ってて人間の前に現れるものではないので、基本的には動物を追い求める誘導生活ってよく言うんですけど、そういう生活をしていたようです。よって昔のというか、旧石器時代の人はおそらく移動に適した住居のスタイルを持っていたんじゃないかと今のところ考えられています。いわゆる氷河期に属する時期で、大体ですけど平均気温が、年間の平均気温が6、7度低かったと言われています。黒曜石は分類上火山岩に分類されるもので、溶岩が固まったものです。ただ溶岩が固まれば黒曜石になるとは限らず、
溶岩の種類によっても異なりますし、固まるスピードによっても異なります。流紋岩質の溶岩が、急速に固まったものと以上言われております。白滝ではおよそ300万年ほど前に、大きな火山活動があったと言われてます。その後220万年前ほどに火山活動で、黒曜石が、作られたというふうに、言われてます。その火山活動のあった中心地である赤石山周辺には、今でも多くの黒曜石を見ることができます。黒曜石の大きな特徴は天然のガラスであるというところにあります。ガラスですから割れやすく、割れ口が鋭い、そういった性質を持ちますので石器の材料には、とても適している石材だと思います。石器の種類は何種類かあってなかなか説明はしにくいんですけども、旧石器時代の人は使用用途によって、石器の形を、作り変えて使用していました。例えば、先の尖った、石器なんかは木にくくりつけて、槍の先として使っていたようですね。採石陣っていう石器があるんですけども、それについては、単品で使うというわけではなく、木ですとか動物の骨ですとかそういうものに埋め込む組み合わせ道具として、使われていたようです。黒曜石は先ほども申し上げたように、まず石器を作る材料として非常に優れた資源であるというところを見ると、その時代の人に非常にこう大事に使われた資源だと思われます。まずこの文化財をより理解するために、ここの施設では石器作りの体験なんかを中心に活動を行っています。実際のところ石器を見てもなかなか分かりづらい、どうやって できるのか、どういう石器なのか、やはりいろいろ分からないことが多いので、それが体験を伴うことによって理解できる仕組みっていうのを当施設では実施しています。夏から秋にかけてその黒曜石原産地をめぐるツアーっていうのを企画しておりまして、そこでは要は昔の火山活動でどういうふうにして黒曜石ができたのかっていうところから始まり、石器がどうやって作られるかというところまでを半日ほどのツアーで理解するっていうようなプログラムを作っています。まず国宝に、指定されたっていうこ指定されるということ自体、町にとっては大きな、誇りになるのかなと思います。もともと白滝遺跡群っていうのは旧白滝村っていう自治体にあるものなんですけども、合併して、国宝に、なりました。これ自体、町の皆さんに、なんて言うんでしょうね、大事にしてもらいたい、一つの大きな宝物になると思うので、白滝じゃなくても、遠軽町全体で、この機運を盛り上げてもらえればと思います。今回国宝に指定されるんですが、それはあくまでもたくさんある文化財のうちのほんの一部に実は過ぎないんですね。その他にも
当施設には、数多くの黒曜石製の石器があるんですが、やっぱりそれがあってこその今回今国宝になります。結局国宝だけが主役というわけではなく、町としてはその他の貴重な文化財っていうのも大切に、今後とも活動を続けていければなと思っております。